はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。で、今日はこちらですね、うん、合体霊獣デラックスイグアナゴーストライカーです。なんか変な風になっちゃった。ライカーってイグアナゴーストライカーですね。2015年11月21日本日発売のイグアナゴーストライカーを買いましたね。はい、はい。仮面ライダーゴーストの、まあ専用のバイク乗り物だね。うん、バイクと幽霊船が合体するんだよね、うん、もう劇中にも登場してますね、はい、こんな感じのイグアナの背中に乗れるわけだ、うんうん、では何はともあれ開けてみましょうか。はい、はい、よいしょ。はい、このような感じになってますね。ちょっと取り出してみてください、はい、これが幽霊船部分で、お、これバイクだ、うん、これ完全にバイク、うん、よいしょ。はい、こちらがですねマシンゴーストライカーですね、はい、ゴーストの専用のバイクだね、うんうん、なんかモトクロスみたいなオフロードみたいなバイクだね、うん、かっこいいな。あの何マッハとかさ、チェイサーのバイクとはちょっと違うよね。そうだね、あのスポーツタイプじゃなくてちょっとこんなモトクロス系だね、はい、ここは馬みたいになってるね。馬っていうかなんかこう化け物だけどね。そうだね、ちゃんとゴーストと同じ角を生えてんじゃん。うん、これね。そう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 。そしてこのマシンゴーストライカーはこのねスタンドがありますね、こうやってね。はい、こんな感じで立たせることができますね、はい、これはありがたいね、うんうん、じゃあちょっと実際にゴーストを乗せてみましょうか。はい、お願いします。足が変な格好してるけど、はい、はい、ということで乗せてみました。こんな感じだね、うん、うん、なんかちょっとおまぬけだな。そうだね。このね足がねガニ股になっちゃってんだよね。うん、足横向いちゃってるからさ、なんかこそこが変な感じしちゃうけど。そうだね、うん、なんかバランスも変だよね、うん、これフードがあるからかな。そっか、うん、そうかもしれない、うん、そしてこちらがキャプテンゴーストですね、はい、これは幽霊船でございます、うん、幽霊船だからね、もう一応目がね、目と口があるの、うん、怖っ。すごい怖いよね、うん、ブーンってゴーンって。え、これ大砲なんだっけ。大砲だよ。あ、そうだっけ、うん、あ、そうかそうか。あ、本当は大砲だね、デザイン的にね、うん、そして見どころはここからなんだけど、はい、このキャプテンゴーストとマシンゴーストライカー、これが合体するんだね、うん、はい、じゃあやってみきましょうか。はい、じゃあまずはこのキャプテンゴースト、これの帆を畳みますね、はい、ガチコンガチコン。そして足だね。そう、この後ろ側にあったのがこれ、うん、開くと足になりますね、うん、ででここをこの台本引っ張ってガチャッと、そう、結構豪快に後ろに下がるね、うん、はい、そしたらここをひっくり返します。これはなんと顔になるね、うん、はい、で前足を前側に展開、うん、このような状態ですね、うん、はい、そしたらマシンゴーストライカーの、うん、こうやってガチコンって、そう、この横のフレーム部分を上に上げるね、うん、そしたら最後だ。じゃあこれをセットすると、マシンゴーストライカーをキャプテンゴーストの部分、この背中にセット、ドカン、はい、これでイグアナゴーストライカーの完成だね、うん、なかなかすごいよね。そうだよね、しかもすごい長い、長いよね、うん、はあ、こんな表情、うん、なかなかいい表情、うん、ちょっと不気味だね。まあね、目が黒いからね、うん、黒に黄色の目だからちょっと悪魔っぽいよね、うん、そしてね、ゴースト乗っけながら今やったけど、うん、今回はね、ちゃんと足置きがあるんでね、あ、足置きに乗せてみました。はい、はい、こんな感じ、うん、うん、どうだろう、まあさっきよりかいいかな、うん、バイクの時はさ、なんかゴーストの方が大きく感じたけど、そうだね、うん、イグアナゴーストライカーに乗せるとバランスいいかも。そうだね、すごいでかいよ、これ。ほんそしてこのイグアナの前足はちょっとだけこんな感じで動きますね。そうだね、うん、後ろ足は動かない、うんうん、こうやってこっち側に船の状態に戻せるだけだね、うん、あ、だからこんな風にしてればなんかちょっと飛んでる感じにはなる。ほら、そうだね、上からジャーンプで飛んでる感じにはできるな、うんうん、はい、俺は仮面ライダードライブ、今日も街の平和を守るぞ。じゃあみんな行ってきます。うわー、イグアナ、あれ、ごめん。はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストの合体霊獣デラックスイグアナゴーストライカーでした。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか、うん、ちょっとね相当短い寸劇もついてきましたけど、そうだね、はい、はい、ということでもし今日の動画がですね良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にまあチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいです。
ね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。